で手で持って置いてももう一回回せるよっていう斜めですね。首振りの運動、はい、VGP の補聴です、ジャイロ効果の工作第2弾ですね。材料はこちらだけです今回は。で、このハンドスピナーのこの部分ですね、実はちょっと外せるんですよ。こういう風に分解できまして、これはちょっと後でまた使うので取っといて、あとはこの穴に棒をセットしてこうやって押して入れると入れやすいです。あとおしまいです。回してこうするとコマみたいにできると。で、まあ、地球ゴマっぽいんで、まあ、こうやって回すんですけど、こうやって手で持って置いてももう一回回せるよっていう。ちょっとフェルトなんで外しますね。で、なんといってもこれの魅力は、これ普通に回ってるんですけど斜めですね。首振りの運動、これサイサ運動って言うんですけどね、これが面白いかなと。こうやって押したとしても倒れないっていうのが面白いですね。はい、まあ、これもジャイロ効果ということで以上ですね。はい。